の社会では我々は多く得れば他の人は少なくしかありません。逆に言えばも同じです。限りある資源配分の問題は時々我々を激しい競争にさせるのです。例えば私たちはある職務を見つけば他の人はその職務に就くことはできません。もし我々は失えば とても落ち込んでしまうでしょう。でも私が昇進のチャンスを得て他の人は失敗した場合、それも残念に思います。確かに他人と共に共住できるようなものはないかと探します。一体私が出しても既存を感じないものはありうるのでしょう。一体1-1は0にならず1より多くなるというものはあるものなのでしょうか。私が7年探した結果、いくつかの答えを見つけました。まず神様の愛です。私たちは神様の愛を友達と分かち合うと、友達が喜びと平安を感じるし、私は以前として神様の愛をちゃんと持っています。1番目の答えです。2番目の答えはトーストマスターです。トーストマスクラブでは我々はコミュニケーション術の上達によって自信をつけて成長し、成功の道へ導くことができるのです。クラブでは我々はどうやっていい演説ができるかという経験とノウハウを分かち合うことによって共にいいスピーカーになります。どうやっていいリーダーになれるかという経験とノウハウを分かち合う時点ですでにより良いリーダーになります。実例として、私はトーストマースクラブに入る前、一時期人生の谷底に落ち込んでいました。仕事は行き詰まって、職務にうまくこなせないばかりか、現状を変えようともしませんでした。以前のトーストマース会議で演説者はよくチェンジを抱擁するよう励ましてくださいました。なぜならチェンジは楽しいサプライズをもたらしてくれることでした。電子付けられた言葉に耳を傾き、私は自分に、よし、家内と4人の子供のために変化を迎え前に進むんだと言い聞かせました。その後新しい職務に就きました。私にとって全く新しいチャレンジの仕事でしたが、仕事の内容を変えることによって思いがけない昇進ができて、私は課長に抜擢されなったのです。その後私は新しいメンバーにトーストマスタークラブに入ることをもっと積極的に進めました。頑張った甲斐があったのでしょうか。これまでには我々のクラブでは重要なメンバー8人全員昇進しました。これはトーストマスタークラブに入ってからチャレンジ精神を身につけたおかげだと思います。トーストマスターズは2番目の答えです。第3に経験とノウハウを分かち合うことです。我々の英語を学ぶ体力とマネージメントのノウハウを他人と分かち合うことによって、他人にとって得になりますけれども、私たちにとって損にならないことです。成功の喜びを友達と分かち合うことによって、
その喜びはダブルになるとも言われています。これは3番目の答えです。聖書が教えたように受けより与える方が幸いです。中国のことわざなんですが、人々に魚を与えれば1日間生きられます。人に釣りの技を教えれば一生涯食べていきます。例えば私はたった一人釣りの技を持っています。私は釣りの技を他人の人に教えれば2人とも釣りができます。これは 1-1 は1より多くなります。結論として、我々は小さい頃数学クラスで 1-1 は0になると教わりましたけれども、この有限な資源の社会では異なることが見つけることができます。第一に神様の愛です。第二にトーストマスターです。第三は我々の経験とノウハウを分かち合うことです。今日私の演説の終始、与える方、受けるより与える方が幸い、人々に多く分かち合えばあるほど自分もより多く得られるということを皆様に賛同していただければ、これからも一人でも多く神様の愛を持つように、一人でも多くトーストマスタークラブに入るように皆様と一緒に頑張りましょう。